これは東北運輸局が昨日発表したものです。今月31日から値上げをするのは仙台市内のタクシー会社47社のうち33社です。初乗り運賃は普通車で現在の 1.5 キロまで680円が 1.4 キロまでで710円となります。また加算運賃も見直されて現在の279メートルごとに80円から310メートルごとに100円となります。仙台市内のタクシー運賃の引き上げは5年ぶりで値上げ率は 12.34% となります。東北運輸局は利益を考慮した適正な値上げ幅を算出したとしています。